はい、どうも、ロギです。前のアップデートによって、短射程の武器の射程が伸びました。まあ、射程が伸びるっていうとちょっと違うけど、敵をキルする射程が伸びたわけではなくて、塗りの射程が伸びました。ちょっとやってみましょう。はい、こんな感じに。届いてないのになぜか、ここまで塗れると。これやりすぎじゃない?これやりすぎじゃないか。すごい塗れるぞ。本当にすごい塗れる。これでね、うまく近づいて、倒しやすくなってるゴールドマーカー。やりすぎだよね、これね。届いてないもんだって。まあ、こんな感じで、一目見て、すぐわかるように、塗りが大幅強化されました。今まで射程が短いと、まあ、敵を倒すだけじゃなくて、移動にもね、すごいね、大変だった短射程が、まあ、そのデメリットがなくなった。まあでも、敵は倒せないから、まあ今までの射程と変わんないから、まあガチマってよりか縄張りのね、強化なのかなとは思いますね。まあガチマでも強いけどね。というわけなので、今回は新しく生まれ変わったボルドマーカー使ってやっていきましょう!これで移動できたらかっこいいよね。はい、マッチングしました。縄張りバトル。縁側河川敷ですね。やっていきましょう。おーおーおーおお。おお、味方も相手も射程が長いな。この中で一番射程短い武器使ってますからね。まあでも、濡れるっちゃ濡れる。ほんと塗りやすくなったな。違和感を感じる。すごい。違和感をね。届い、あ、かもしてる。いるのか、敵。おお、どうした?何のカボンだ?いなかった。これちょっとマルチミサイル嫌だから一回。かわしてから。お!あいつは後ろから倒しに行きましょう。やべ、来てる。ここで、着地を決まっていく。ちょっと危なかったな。まあ、着地もね、若干強化されたので。オッケー、倒していく。着地もまあ、もし着地中にやられたら、スペシャル現象あんましなくなりましたよね。しっかり潜伏して倒していく。この人も倒したい。オッケー。いやー、さすがに倒せないか。倒せた倒せたよ。まさか?やっぱ短射程の強みが出たか?それとも塗りの強みが出たか?こっち塗られてないから。塗っとこうぜ。潜伏かますか。上がってこい。うい。潜伏からの攻撃。あ?今いたよな?あー。いや、いたんだけどね。わかってたんだけどね。ね、仕方ない、仕方ない。おー、危ねえ。危ねえ。ナイスしてたら今やられてたな。ナイスしてる場合じゃなかった。よかった。今のジェットパックどこ行った?倒してくれた?お、ナイス、ありがとう。じゃあ塗りますか。スーパー着地溜まった。使えるかな?で、射程長いからすぐやられそう。いやー。暗殺者だな。私は暗殺者。後ろからこっそり近づいて敵を倒すだけ。あ、ナイス。自軍に抜けてる敵も、まあ、一応味方やってくれてるし。まあ、うまい感じに、また後ろ回って、潜伏して、翻弄すればいいんじゃないか。オッケー。お!狩られなかったぞ。あれ消えた。やべ、危ねえ。おやべ、生存能力バリ完璧。危ねえ危なかった。あー、やべ、おお、生きてる。今の耐えたの強。だあオーケー、勝った。いや、暗殺者も大変だな。いや、ちょっとね、やっぱ塗りが強くなったからかな、動きやすい。まあ、使っててわかりますね。見ててわかる通り、でもあるんだけど、まあ、使ってても、
すごい感じる、それは。オッケー、塗りも1位だ。ナイス。縁側に縁があるなぁ。あ、別に今のダジャレじゃないですからね。ただ思ったこと言っただけ。縁側が多いんですよ。本当に。ダジャレってわけじゃないから。こいつを倒す。無理だ。決定的問題で無理だ。相手の足場は取れるけど。味方のナイス玉に合わせて。よくさ、なんかナイス玉ナイスしないんですかって言われるんだけど、暇だったらナイスするんだけど、潜伏してる時とか、バレちゃうから、極力敵の近くいる時はしないようにしてるんですよね。まあ、もしそれでやられてもね、美味しくないんで。うん、逃しちゃったな、今、やだな。やれるか。いってー、クイボッツ強え。やべ、あぶ、助けてください。あぶねえ。おバレてた今、下にいんの。いや、今のスーパー着地は強い。まあ、新武器や、今の。新武器洗濯機か。てか、洗濯機さ、炭酸ボム強いよな。普通にあの武器とあのスペシャルの相性がいい。あ、やっぱいたか。これはちょっと射程的問題で倒していけませんね。味方に任せるか。まだ多分塗り分かってると思うんですよ。相手ピンチついてるし。そんな無理するとこじゃない。味方待って。うおー、増えた。いっぱいいる、いっぱいいる。どこだ？やばい。マジかー、マジか。まあでも勝ってるか。まあちょっと3落ちが痛いけど。あー、ピンチ消えたな。まあ倒せってことやな。ああ、やばい、危ない危ねえ、安定しねえ、俺のボールの前か。後ろから来てるな。上がってくるか？そっちか。あ、やべ。あー、くそ。着地かられた。しかし、着地をしてやられたことによって着地ゲージがあんまり減らないんだよね。これでスーパーチャージ早く溜まるってのもいい。ハイプレはちょっと嫌なんで。オッケー、勝ってる勝って余裕だ。あと死なないようにするだけ。裏から行くか。うおー、いる。危ない。潜伏する。潜伏いいやん。お？お？消えた。オッケー、まあ、塗れば勝ちや。ナイスー。まあ、これも勝ちましたね。まあ、相手にピンチがついてたら、まあ、無理はしなくていいんですよ。まあ、ちょっと無理する場面もあったけど。まあ、勝ったがいいや。オッケー、全然濡れてない。オッケー。はい、マッチングしました。ちょっとね、ボルドーマーカー、まあ、塗りが強くなったじゃないですか。で、まあ、さっきスーパー着地として使ってたんですけど、今このマルチミサイルをしっかりと打ち込んでいきます。このマルチミサイルに変えたってのは、まあ、塗りが強くなったから今倒しに行ってたじゃん、さっきまで。イカスフィアじゃなくて、イカ速積んで、イカ忍者積んで暗殺術とか言ってなんか調子乗って倒していってたんだけど、まあ、今回はジグンとかしっかり塗ってね、マルチミサイルの方をしっかりといっぱい打ち込んできたらいいなって思って、もう一つの方を持ちました。あれ？距離か。もうね、塗るだけ。まあ、倒すべき敵は倒すけど、まあ、とりあえず、塗りで味方のサポート、縄張りバトル勝てたらいいなって。これ、ビーコンの周りはいないな。じゃあいいや。ああいうね、敵陣に、オッケーやった。あー。さすがにやられるか。射程長。ずる。そう、射程くれよ。ビーコンジャンプ。ビーコンいいよな。うりゃ、仕返し。後ろから、
あれ。当たんねー。いで。これ倒せるかな。あ、降りてきてくれた。ウェイ。ミサイル発射していく。あ、いたのか。今、たまたま当たった。たまたま気づかなかった。敵いないか。ビーコン置けばね、敵の位置わかるから強いよね。とりあえず耕して、あれエクスプロッシャーか。味方のバブルもこれいいとこにあるな。これで身を隠せる。新しく生まれ変わった射程。塗りの射程。おー、来てる。やべ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 、マルチミサイルが。どうした？俺も抜けちゃおうかな。相手陣地。おー、倒した。バブル倒したな。ラッキー、これで。引いたか、敵。あ、いない。いたの、今、エクスプロッシャー。倒してあげよう。あー、逃した！危ねえ！アメリカ好きで、おげ、このバブル怖え。はしゃ。パブロも、いや。抜けて塗れば勝ちか。塗って勝ちや。オッケー。いや、結構マルチミサイルも使えたんじゃないか？すげえ塗れる。ゴールドマーカーなのに今まで塗れなかった武器が塗れるのすごい違和感あるけど面白かったな。おー、いいね、ナイス。